はい、じゃあ今から相蔵さんが自分の自転車を相蔵さんが紹介します。どうぞ。紹介するってよくわからないんですけど、これが私の自転車です。ピナーレロのガン。何年モデルですか？わからん。あの2010 F10 が出た時だから2017年かな。2017年で、これを選んだ理由はとりあえず女性用のもので、ピナレロで、まあ、あの割と早く入荷できるものっていうところでちょうど良かったのがガン。でもガンエースは嫌だって言ったじゃん、見た目。白、半分白で半分黒。そうかな、うん、あと色とかね、まあ、とりあえずやっぱり女性用っていう方が乗りやすいんじゃないかなと思って、選びました。あと何言うの、これでコンポ？コンポわかる？コンポはアルテグラの、あ、そう、もともとこれ完成車で売ってたやつを買う予定が、知らない間にデゾーさんがあれ変えてこれ変えて、ああしてこうしてって言ってたら、ほぼほぼバラカン状態。多分もともと完成車でついてたのってハンドルぐらい？もう残ってんの？ハンドルだ。ハンドルとフレームだけ。フレームだけだね。もう納車された段階からそのほとんど、うん、で納車。でもアルテグラも一回変えてるから、そう、納車後も最初アルテグラの DI2-6870、で今はアルテグラ DI2 の8050になってます。よいしょ、これ ここが出た。あとここのステム、これを、フィッティングでちょっと変えてます。長さを短くしたのかな、ここを短くして、ここを短くしてこっちを高くして、ハンドルまでの距離が遠いとどうしても手に重心がかかっちゃうから、なんか近づけるような、なんか直しをした覚えがあります。バーテープは、完成車は確か真っ白のバーテープがついてたのを、最初黒とピンクだったっけ、最初黒にしてたんだけど、まあ、セールで見つけたやつで、今ちょっと赤とピンクの2色にして、ピンクはガンピンクで揃えて、赤はちょっとアクセントでつけてます。サイコンは、サイコンはでね、今なんかついちゃってる。はい、サイコンがちょっと見にくいけどこれです。ガーミンの何？1030です。これデゾーさんにお誕生日プレゼントでもらいました。画面がカラーですごい見やすいですが、だいたい私はデゾーさんの後ろにくっついて走ることが多いのでほとんど使ってないです。あの DI2 の変速ギアを見るのに使うぐらいでほとんど使ってないっていう残念な感じです。あれだよね、なんだっけ、豚に真珠？そうじゃない、そうじゃない、それは違うよ。猫に小判。そう。あとは、あ、これこれ、これね、前なんか買ってよかったもので言ってたドリンクホルダー、すっごく使いやすいです。スペシャライズド。スペシャライズドのドリンクホルダーで、横から。そう。横に下手くそだな。横から入れてスコンって。で抜くときもこれでスッと横にずらす。そう、このフレームがちっちゃいので上に抜けないから横にこう出し入れできるのがすごく便利です。そういうことね。
そうそうそう。で色もこのフレームのピンクに合っててすごく気に入ってます。次サドル、これ今ちょっとテストサドルをお借りしていて、こういうのってなんて言うんだっけ、ん名前、あのなんちゃらパワーサドル、ああスペシャライズドのパワーサドルをフィッティングした時にここの横幅が広いやつがいいってことで、スペシャライズのパワーサドル使ってるんですけど、硬いんですね、なんせお尻が痛い。で今これが、女性用に考えて作られたっていうサドルが出ていて、同じスペシャライズだから結構こういうとこは柔らかいです。でこれを今テストでお借りして今日乗ってきました。ディーバとどっちがいい？ああちょっと前はどこディーバ、セライタリアのディーバっていう、それも女性用に作られたサドルを使ってて気に入ってたんだけど幅が足りなくてやめてしまって、乗りっていうか1回乗るごとにサドル変えとるよねそんなには違うよ、もうちょっと乗ってるよ。実はこれ今乗ってるのが4つ目で、このテストサドル5つ目ぐらいかな、うん、何回乗った自転車自体？それはもう30回ぐらい。嘘つけ10回ぐらいしか乗ってない、ね、それ言い過ぎはい次、うん、これでも割と今日距離どれぐらい乗ったんだろうね。今日は多分10キロぐらいかな。いやもうちょっと、もうちょっと乗ってる。その感じだと18キロ、18キロ、まあちょっと少ないかな。また感じでまだ一応お尻が痛くないので結構気に入ってる。ただなんかここがちょっとなんて言うんだろう、滑らない感じで、聞こえるかな、こういう感じで、あのなんだろう、ビニールっぽいからお尻動かすとなんかおならしたっていうなんかブーとか言っておならしたって言われたから、それがどうかな、ちょっと迷い中。あとはこれ、これなんていうの、バッグでいいよ。このバッグはラファのバッグで、ちょうどここのラファの文字がピンク色でついてるのが可愛くて気に入ってます。これね、ラファって、はい。でタイヤじゃない、ホイール、ホイール2台目だよそれ。はい、ホイールはカンパのボーラウルトラです。完成車についてたのから、完成車についてたホイールは一回も履かずに買ったよ。完成車のはもう使わずに最初から変えてもらったのがシマノのデュラエース C40 っていうのに、まあ、デゾーさんがそれにしろっていう風で、付け替えられてて、それはそれで良かったけど、やっぱり私なんだろう、体力がないのでデゾーさんについていけなくて、それでこのボーラウルトラっていうのを買ってみました。結局ついてこないよね。でもついていけないです。というのも走り方が分かってなくて、最近やっとちょっとなんだろう、こう軽めのギアで加速してスピードが乗ってきたらギアをまた変えて加速してっていう、マニュアル、車のマニュアルの変速じゃないんだけど、変速のなんかタイミングみたいなのがちょっと分かってきて、少し乗れるようになった感じ。ペダル、最初ペダルはもう最初からビンディングにしてたけど、ペダルどうだった？ペダルがよいしょ、これデュラエースのペダルです。で靴の方がこんな感じ。ペダルは
フラットペダルとビンディングで選べたんだよね。で、デゾーさんから最初からフラットにせずにビンディングにしろっていう命令でこれにしてます。だってフラットで慣れてからビンディングにしたらこけるもん。絶対最初からビンディングだったらこけへんでしょという意見で、ビンディングにしたんですけど、それはそれで良かった。こけんでしょ。だからこけない、緊張感があるうちから足が、こういうものっていう、多分自転車ずっと乗ってる人だったらフラットでもいいのかもしれないけど、もう自転車もしばらく乗ってなかったから、あ、もうこういうものだって思って乗れたから、ビンディングで良かったです。ただ最初のうちはハメれなかった、うまく。あれは不良品だったもん。一発目が不良品だったからしょうがないわ。あれはなんか全然ハマらなくて、で結局ショップでこっちか、靴の方のやつを変えてもらったらはめやすくなったと思います。今はもう全然すごいスムーズに付け外しもできるようになって全然楽だし、立ちこけはないです。どうですかこの自転車買って。他のに乗ったことがないからよくわからないです。でも次 S ワークスタンド乗らずに買ってこれで良かっただけど、こう乗るようになっていろんなイベントで試乗とかしてみると、あ、これ良かったとかあるんで買う人はぜひ試乗してから買うのをおすすめしますごめんなさいね、ごめんなさいね。乗ってから選んでたらターマックだったと思う。ムカつくわあ、でもターマックはね、見た目が可愛くないの。色がね、そう、色とかがあんまりね、色味が少ないのかな、女性っぽくないしね。じゃあ女性っぽさやったらピナレが良かったでしょ。難しいですねなんか性能で気に入るのと見た目で気に入るののどれを取るか。なるほど、これはどっちでもない。これ見た目？見た目。あ、見た目と性能だったら私あれだったかも。ビアンキのオルトレ。マジで？緑がいいの？緑好きだよ。だってほら靴緑だよ。そう、ビアンキがいいの？ビアンキカラーじゃないこの靴？そうだね、ビアンキっぽい、ね、なんか自転車はピンクなのに靴だけ緑っていう。あの服もピンクだけどね、RCG で。そう、服もラファ着てるんで一応ピンク。でもラファのピンクとガンのピンク結構合ってていいでしょう。かわいいです。ロードバイクは買ってよかったです。なんせ運動不足なんで。はい、ということで、あゆぞうの自転車紹介は終わりです。バイバイ。あ、タイヤのこと言うの忘れた。こっち向いちゃダメ、もう一回いいじゃん、声入ってたんだから。違う違う、声がね、大きくなったりちっちゃくなったりするんだよ。タイヤのこと言うの忘れてました。タイヤはデゾーさんおすすめの、ここでいいか、なんだっけ、ピレリー P0 一番パンクしにくいやつ、ベロ 4S、うん、青色のやつで、これって雨の日用のやつかな。いや、ただ、雨の日とあとパンクが一番しにくいってやつ。パンクがしにくいやつらしいです。もともとあれだったじゃん、これの前グランプリ、そうだね、日本選手履いてて、あんまりよく乗ってないからよくわかんないけど、乗り心地これ結構好きです。いい感じ。どう違う？柔らかい感じ。柔らかいね、確かに。グランプリ硬いもんね。なんだろう、街中とかの段差のゴトンゴトンする時とか、なんとなくこっちの方が振動の感じが少ないっていうか。そうだね、それは俺も思う、なりやすい。ただ問題はこの線が
青色なんです。ピンクあるよ。ピンクがいいんだけど、ピンクはね、なんかあのベビーピンクで、私のこのガンのパッションピンクとちょっと違うからダメ。なんでね、次つけるときはね、白にしたいなと。あ、じゃあ白のグレードにしますか。思ってます。はい、というタイヤです。言うの忘れてたんで、以上かな。はい、以上です。